はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルオープン主のピオタです。さあ今回もレミリアのパズルで弾幕2やっていきたいと思います。前回はですね、まあ第2面ボスエリアっていう感じですかね。第10ステージ目、まあ結構あの雑魚がうようよいるところを、まあ本来なら結構苦労してね、ああ一体残ったとかいう風な感じで、やるべきところだと思うんですけれども、まさかのサクサククリアというね。まあ1打目で、あもうほぼいねえみたいな状況になっちゃったんで、まあサクサククリアっていうことになりました。で怖いのは3面ですよ。もうこの1ステージ目から極端に難しくなる可能性がありますからね。いきましょう。うおーっとマジかちょっとフラグを立ててしまった感があるぜマジか、マジで、どう打てばいいのこれ。魔法陣吸収をかわすとしてブロック、ああダメだ、これじゃ当たらないんだ。どの角度で打てば当たる。考えたのはここで魔法陣をかわす方法。1回か、こうだ。あーでもこれだとダメなのか。ちょっと気になるのがここのブロックなんですけど、何なんでしょう。うわーマジか、極限まで切り詰めると魔法陣に吸収されますからね。くっそー、これじゃダメだ。逆に今この角度で打ったらどうなるか、ブロックを利用して見てみましょう。おっと、いった、行きましたね。あ、よかった結構絶望的な感じしましたからね。そっかそっか、倒した後魔法陣に吸収されても一応クリア判定になるんでしたね。ああよかった。でもこれで分かりましたね。もう、プレイしてる人たちへの遠慮は一切ない感じで、もう鬼畜なもん投げかけてくるっていうことが、ここで判明いたしましたね。まあ、それでこそ12000ソフトさんですね。頑張ります。じゃあ、今回はここまでといたしましょうか。ここまでのご視聴ありがとうございます。まあ、いつも通りですね。こちらのアプリと、こちらの制作者さん、アプリの制作者さんの12000ソフトさんの、そちらのね Google Play のリンクを、動画の説明欄の方に置いておきます。さらに僕の前作のね実況、レミリアのパズルで弾幕の、そちらの方のね動画の再生リストも置いておきます。よければねそちらの方もご視聴よろしくお願いいたします。では今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。じゃあね。